はい、始まりました。ジョジョの奇妙な冒険第9話、このについてね、お話をしたいと思います。はい、まずね、スタートは、落ちていく落下中のね、ディオ様ですね。落下中のシーンからスタートですね。で、まあ、ジョジョにね、ぶん殴られてバルコニーから下に落ちていくんですけども、まあ、波紋をね、流されてますので、このままではまずいと。殴られた場所から、こう波紋がね、全身に及んで、まあ、体が溶かされるわけですから、このね、波紋の進行をなんとか止めようとするために、自らですね、まあ、首をですね、まあ、切るという、そういうね、ディオなんですね。はい。で、そのね、首を落として体と首がバラバラになって地面に落ちると、うん、そしてこの、部下がですね、ディオの部下がそれを夜のうちに回収するんですね。はい、まあ、首をね、回収しに来るんですけども、これ結構ね、夜のうちっていうのは大事で、夜明けになるとですね、明るくなって、ジョジョたちがこの城を降りてきてね、周りを捜索するんですね。はい。万が一、ディオがね、生きてるんじゃないかと。そういうことでね、ディオの遺体を探しに来るわけですね。はい。ですので、何が何でも夜のうちに、ジョジョたちが来る前にですね、部下は、ディオの首を探しに、来なければならないわけですね。はい。で、まあ、ディオの部下、ワンチャイかな、ワンチャイが、首の回収に成功しますね。はい。はい。でね、ディオの首だけもうね、持っていってしまえば、残るは体だけ。夜明けになって、日の光、太陽の光を浴びて、体の方が溶けてしまいますね。そうするとですね、残るのは服だけなんですね。うん。まあ、服だけ残ってるということで、このね、捜索に来たジョジョたちは、丸ごと溶けたんだと、そう判断してしまうんですね。まあ、ミスリーディングを起こしてしまうわけですね。はい。まあ、とどめを刺したであろうと、ね、遺体が太陽で溶けて服しか残ってないと、そういうことなんですね。はい。はい。でね、この一連の流れですけども、まあ、読み取れるのはディオの知性ですよね。ディオの賢さ、用意周到さがね、まあ、よく出てますね。はい。ディオの知性とは何かというとですね、まずね、ディオは落下中にですね、とっさの判断で、とっさの機転を利かしてね、自分の首を切り落としてるわけですね。これは波紋をね、首の方まで行かせないために、落とすと。まるで毒をね、全身に回らせないために手足を切り落とすかのような判断ですね。しかしですね、首から下を全部、捨てるわけですからね。これは並大抵の勇気ではできませんよね。まあ、吸血鬼であるというね、利点を最大限に生かしてるわけですね。でね、その後に首をですね、回収に、部下に来させてますよね。はい。これはね、ワンチャイが頭が切れるというよりはですね、この部下に対してディオが、その後の行動をね、もし自分がやられた時はどうなるか、どうすべきか、このその後の行動をね、伝えていたんじゃないかと。ね。緊急マニュアルのように、こういう時はこうせよと。いうふうにね、普段から言っていたんじゃないかと。そのように感じますね。非常にね、用心深いディオの性格。そんな男だなと思います。はい。ディオはですね、館にね、こもって、戦う、
館にこもって迎え撃つ形の行動を好んでるんですね。これは第3部でもですね、館にこもって、相手が来るのを待ち受けるという形をとってますね。まあ、このね、防御スタイルですけども、ディオほどの男であればですね、ディオほどの男であれば、次々とね、場所を移転して点々と変えて、逃げる。そういうこともね、できたはずなんですね。部下もたくさんいますし、そういう使う能力も高いということでね、場所を変えて次々と各地を転々とするというね、防御方法も可能だと思うんですね。しかしですね、建物に立てこもるやり方をリオは好んでるんですね。これはなぜかということです。はい。でね、移動して逃げ切る、点々と各所移動するというやり方ではですね、まあ、夜は移動できますけど、昼間は危ないですよね。太陽の光が出てますから。まあ、棺桶の中に入って移動するというやり方もできますけども、まあ、棺桶を壊されたら終わりみたいなところありますから。はい。ですから、万が一ですね、移動中にね、夜が明ける、朝が来てしまうと、そこまでたどり着けないとですね、まあ、真っ昼間に、まあ、簡素な日陰のようなところで、身を守るということになりますね。これはね、太陽の光で体溶けるリスクをね、リスクが大きいんですね。はい、それからですね、各地を転々とすると、慣れない建物の中に、こもることもあると思うんですね。そうすると、慣れない建物の中では、例えばね、壁が壊れていて日の光が差して、死ぬとか、ね、まあそういうリスクもね、たくさんありますよね。それから、慣れてる建物の中で戦うからこそ、この地の利が生かせてですね、ジョジョたちを迎え撃つことが有利になるという側面もありますね。ですから、このディオはね、住み慣れた、堅牢な石造りの建物。まあ、強固なね、石で作られた城のような館をね、好んでるんですね。はい。建物の中が大好きなね、ディオですけども、にもかかわらずですね、日の光の苦手なディオにもかかわらず、ジョジョとの戦いはバルコニーで戦ってるんですね。これはね、長い間私は謎でした。はい。まあ、一定のね、回答をするとすればですね、なぜ、日の光が危険な朝になれば、危ないバルコニーで、ジョジョと戦ったのか、ディオは戦ったのかということですね。はい。もちろんですね、昼間にバルコニーで戦うことはありえない話なんですが、夜であればですね、この外に開放されたバルコニーは、逃走経路として利用できる、逃げるね、ルートがたくさんあるということなんですね。一つ例を挙げれば、飛び降りるだけで下まで降りられる。吸血鬼のね、ディオはあんまり怪我しないでしょう。はい。それに対してジョジョたちはそのまま飛び降りれば、まあ、大怪我、死にますよね。ですから、バルコニーからひょいと飛び降りるだけでディオはですね、逃げ切ることができてしまうんですね。これはやはりね、大変有利な、場所だと言えます。はい、このね、いざという時に逃げられるという場所。これはね、ディオにとってとってもね、大事なことだったんじゃないかなと思いますね。それなぜかというとですね、ディオのね、負けパターンをね、考えてみましょう。はい。ディオのね、負けパターンは、二つですね。一つ目は、まあ、波紋を全身流されると。ね、強い波紋を全身流されて、まあ、体が溶けてしまうと。これは負けパターンの一つですね。それからもう一個、太陽の光を全身に浴びることですね。
これも同様に、体が溶けてなくなってしまう。これがね、決定的なディオの負けパターンなんですね。はい。はい。でね、まずですね、太陽の光を浴びて溶けてしまうパターン。これはですね、危ないと思えば移動して建物の中へ入ってしまう。っていうことですね。うん。そして、刃物を全身流されるパターンはですね、これも危ないと思えばですね、全身に刃物を流される前に逃げてしまうということですね。はい。両方ともね、逃げること、あるいは、自由に移動をすること。これができることがね、防御策なんですね。逆に言うと、逃げられない場所では危ないんですね、リオはね。逃げられない、つまり体を固定されてしまうこと、体を一定の場所に固定されてしまうことが一番リオにとって怖いことなんじゃないかと、そういうふうに思います。はい。でね、万が一ですね、まあ、石造りの建物の中で戦っている時に天井のね、石が崩れ下敷きになった場合、リオが下敷きになった場合、まあ、即死はしないですけども、体が固定されてしまうわけですね。はい。で、まあ、体が固定されたまま、そのまま朝になると。で、その石をどかされれば、終わりですよね。うん。まあ、石をどかすだけなので、誰がどかしてもいいというわけですね。はい。もちろんね、長女たちが石をぶっ壊して、下敷きにして朝になって、ゆっくりと一個一個、取り外していくと。ね。これでもう終わりなんですね、ディオはね。ですからですね、ディオは、石の下敷きになることを恐れてですね、バルコニーを選んだんじゃないかなと思います。はい。本編に戻りますけども、ジョジョはですね、エリナと結婚してですね、アメリカへ出発しますね。まあ、船でハネムーンと、いうわけですね。でね、まあ、船旅ですので、港で見送りがあるわけですね。で、出港前にね、船の下から船上のディオたち、ジョジョたちを見上げるシーンがあるんですけども、これがね、いいシーンなんですね。ジョジョとエリナがこう並んで、遠くをこう見つめてるんですね。で、下からこうカメラがですね、その二人を幸せそうな、幸せの絶頂にある二人をですね、こう、捉えるわけですね。いやー、美しいシーンですね。こういうの悪くないですよね。はい。はい、乗客のですね、神父がね、十字架をですね、落としてしまうんですね。乗客のとある神父さんが、十字架を船の船倉っていうんですかね、船の貨物室のようなところ、機関室かな、まあ、船の貨物室のようなところに落としてしまうんですね。はい。で、この神父はどうやらね、酒を飲んでるんですね。はい。まあ、こう、神父というね、聖なる仕事、聖職者であるにもかかわらず、お酒、武将髭、大事なね、十字架を落とすという、この失態。はい。これはもうね、本当に生臭坊主のようなね。まあ、そういう感じなんですね。そういう感じに描いてるんですね。うん。はい。でね、もうね、お分かりだと思いますけども、そうですね。これはね、リオに襲われるフラグなんですね。この船全体がリオに襲われる、そういうフラグが立ってるんですね。うん。こういうね、フラグの立て方はですね、第3部でも、ディオはやってますよね。通行人をね、ディオは襲うんですけども、成金の社長のようなね、エジプトで成金の社長のような、人物を襲うシーンが、まあコメディタッチで描かれてるんですね。うん。まあこういうね、鼻持ちならない人を先にこう襲っていくというね、そういう、まあ、描写ですけども、これはね、いろんなところで見られますね。
はい、船底のね、機関室に来た、ジョジョと生首のねディオがご対面ですね。うん、そしてですねディオの目からビームが出るわけですね。これをねあの前回、ジョジョをかすってますので、説明は不要だと思いますけども、で、まあ、そのビームによってね、ジョジョの、まあ、首を切り落とし、体を乗っ取ろうとしてるんですね。うん、これはねディオが自分でも言ってますけども、尊敬する、ジョジョ、自分をここまで追い詰めたジョジョに対して尊敬の意を持って、体を乗っ取るんだと、ね、いうことですね。そして、首を打たれたジョジョですけども、首元からね赤い血がドクドクとね、流れ出てるんですね、溢れてるんですね。いやー、ここはね黒いぼかしが入るかなと思いましたけども、黒ぼかしなしですね。うん、意外でしたね。うん、はい、まあ、意外でしたというね意味はですね、まあ、残酷な表現であることは間違いないんですね。うん、赤い血が首からドクドクと流れてるわけですから、はい、しかしですね、ここを黒ぼかしにしてしまうと何が起きてるのかよく分かんなくなってしまいますね。血が出てるのかどうかもさえも分からないとね、いうことですね。こうなるといまいちねこのディオの残酷さが伝わらないですよね、残虐性というか、はい、ですのでここはやはりねある程度見せないといけないんですね。そういった意味ではねアニメ制作者がですねかなり攻めた、はい、攻め込んだね表現だと思います。はい、で呼吸のできない波紋を練らないジョジョですけども、ジョジョは体内に残る最後の波紋をね一気に放出するんですね。そして体内の何かが切れると、ジョジョの中の何かのものがブチンと切れるということですね。この表現大変リアルですね。ブチンと切れたということはもう元には戻らないということなんですね。偶然何かの助けが入って今すぐにジョジョ最高のね医療最高の治療を施したとしてももうね元には戻らない、体はねまともにはならないと、そういうラインをね超えてしまったんだと、そういう表現ですね。うなりました。はい、最後の波紋をね、でワンチェンを攻撃して、船をね爆発させると、そういうジョジョですね。これはねジョジョのギリギリの選択、まあ、究極のね選択だったんじゃないかなと思いますね。まあそうですよね、自分の最後の波紋を練ってですね、これにかけるというわけですから、並大抵の波紋ではないですね。はい、でね、このジョジョの究極の選択とは何かですね。はい、これはねまず一つ目はですね、ディオを逃さない、ディオを逃がさない、これがねまず絶対の条件ということね。それから2番目がですねエリナだけは助けるとね、自分はもうダメだからエリナだけは助けるんだと、この2つのね、目的を持った行動なんですね。つまりこの船を爆発させて、船を沈めるんだと、ディオと共に船を沈めるんだということですね。そしてエリナにはですね自力で助かってもらうというねそういう、まあことなんですね。エリナには自分でねこの海を泳ぎ切ってもらうと、そういうねまあ選択なんですね。いやー、ちょっとね一旦引いて考えるとかなりジョジョひどいですよね。まあこれはねまあより深くね見ればですねエリナという私事ですね、
自分の奥さんを助けるという私事よりも、ディオを逃さないというね、この公のこと、この社会のためのことをですね、優先した結果なんじゃないかなと思います。はい、でね、エリナはですね、ジョジョと共に死ぬんだと、私はジョジョと共にここで死ぬんだと、そういうふうに言うんですね。しかしね、ジョジョは船内の他の人の赤ちゃんをね、みなし号で刺してですね、指刺して生き残れと、赤ちゃんを助けろと、そういう意味合いなんですね。はい、ここはね、いいシーンだと思いますね。赤ちゃんを守れと、赤ちゃんを救えというふうにエリナに言うんですね。で、赤ちゃんが生き残るということは、それを守ってるエリナも生き残るとことと同義なんですね。同じ意味で持つんですね。これはね、このね、お酒に飲んだだけで顔を赤らめるですね、ウブなエリナ、このエリナに対して、まあ、レベルの高い要求なんですね。自分を、旦那さんを見捨てて、人の子を守れと、そして自分も生き残れと、こういうね、ハードルの高い要求なんですね。はい。でね、まあ、衝撃から身を守るためにですね、赤ちゃんを守るために、赤ちゃんをね、抱いて、こう、壁にドンとね、背中をつけるエリナのシーンがあるんですね。これはね、エリナがその赤ちゃんを初めて抱くシーンなんですけど、ここでね、エリナの髪がね、ほどけるんですね。こう、上に巻いてあった、アップしてあった髪がほどけて、この長髪のね、髪が、映るんですね。ここいいですね。エリナがね、こう、小娘からですね、ウブな娘から女になると。そして、母になったことを、この長い髪がほどけることでですね、象徴的に表現してる、そういうね、シーンなんですね。ジョジョはですね、リオの首を抱えて、まあ、死亡するわけですね。アニメではね、ここは一枚絵の表現で、この感動をね、表してますね。まさにこのね、絵画的表現にふさわしい名シーンですね。こう、燃え盛るね、船内で、宿敵であるリオ、を抱えですね、まあ、この、リオは幼馴染でもあり、父のね、仇でもあるということですね。この父や友を殺害したリオ、彼をですね、道連れに行くんですね。この万感の思いですね。ジョジョの中のこのね、思い。はい。まあ、養子とはいえですね、ジョースター家から出た男ですよね、このディオは。この悪人をですね、出したという負い目がありますね、ジョジョには。このね、恥をですね、拭うことができたという、そのね、安心感。いやー、すごいシーンになりましたね。はい、船のね、大爆発の後、エリナがですね、赤の他人の赤ちゃんを抱えてですね、リオの棺桶をね、奪い取って、その中で身を守りつつ生き延びる。こういった展開ですね。いやー、驚きましたね、私はね。敵のね、持ち物を奪って、そして逆転すると。そういうことですね。まあ、一言感想を言えばですね、まるでジョジョみたいだなと思いましたね。はい。まあ、まるでジョジョみたいなって思ったのはですね、まあ、男勝りのエリナという意味もありますけども、まるでね、ジョジョのような発想ですね。ジョースター系の男のような発想をするエリナだなと思いましたね。
まあそのね勇気と知性あふれるですね、そういう人物に思いましたね。はい、もちろんねこのエリナはですね、ジョジョとは血のつながりはないわけですね。はい、まあ婚姻関係ですけどもジョー・スター家の血のつながりはないわけですね。しかしこのねジョジョのような起点をね、見せるわけですね。まあすごいですね。はい、まあジョジョをね受け継いだと言えるんじゃないかと思います。はい、スピードワゴンのね存在価値ですね。結構ねネット上ではスピードワゴンが何もしないと、ね、まあスピードワゴン財団は素晴らしいですけども、この一部のねスピードワゴンは何もしてないんじゃないかと、そういう批判がねよく 見られますね。まあ解説者的な立場でねこの戦闘の細かい解説をねしてくれる、そういう存在はねありがたいとは思うんですね。もしねスピードワゴンが解説をしないとですねなかなか分かりづらい、そういうね、場面も多々ありましたね。はい、でね、スピードワゴンはね、波紋を使えないんですよ。はい、まあ、波紋の才能がないと言いますか。はい、ですので、まあ、このね、レベルの戦闘だとですね、もう、はっきり言って意味がないと、ね、いうことなんですね。まあ、スピードワゴンの立場からするとですね、ここまで徐々に、こう、接近してついていくわけですね。自分には特にメリットらしいメリットはないんですけども、一応ね、敵を撃つというようなことはありますけども、はい、ついていくわけですね。もう自分はね、戦えない、のに、リオに殴られれば死ぬのに、最後まで行くんですね。これはね、なぜなのかと、ね、まあ、ジョジョに対して、こう、まあ、魅力をね、感じていると。そういうね、こともあると思いますけども、このストーリーの中での意味合いですよね。はい。でね、この、ストーリーの中でのこのスピードワゴンの意味合いですけども、完全にこれ傍観者ですよね。何かこう決定的な仕事をするわけでもなく、はい。まあ、ジョジョのウィークポイントになるわけでもなしと。ね。人質に取られてどうこうとかそういうことでもないですよね。ですから、毒にも薬にもならないというのがこのスピードワゴンなんですね。はい。ダイヤとかね、ストレートならばですね、何かの影響はあるわけですね。ですけどもスピードワゴンはですねもう毒にも薬にもならないというねそういうことなんですね。まあ、やってることといえば解説するだけということですね。はい、でね私が考えたこのスピードワゴンの存在価値ですけどもまるでねこのビデオカメラのように、ビデオのようにその現場をですね記録する係だったんじゃないかなと思ってます。まあ、ストーリーや現場を記録する係、ジョジョといつもね、密接にいるわけじゃないので、ジョジョから話を聞くだけとかそういうこともあるでしょう。ジョジョの小さな時のことはねスピードワゴンはジョジョから聞き出してると思うんですね。それからこのね船の中での出来事も後にエリナから聞き出してる可能性がありますね。ですのでスピードワゴンだけがですねこのジョジョ第一部を、最初から最後まで正確に把握してる
しかも生き残ってるというそういうね、人物なんじゃないかと思います。はい。でね、まあジョースター家の人間やエリナはですね、まあ亡くなっていたりとか口を閉ざす場合があるんですね。何分このね、あの短すぎて人に話さないとね、いうことなので、このスピードワゴンだけがこの真相をね知ってるということですね。はい。まあ第三者的な立場から正確にね記録することができ、はい、つまりね、このジョジョの話をですねどの視点から書いたのか、これが分かるのがスピードワゴンの立場なんですね。名探偵ホームズではね、ワトソンの立場から物語が書かれてるんですね。まあこのね、記録的立場というか、はい、そういう立場がスピードワゴンだと思います。